エクスペリア1マーク3 SOG03 の基本操作をご説明します。電源キーは本体右側面です。画面点灯、消灯を行うことができます。長押しで電源オフや再起動などをすることができます。音量キーは本体右側面上部です。音量の変更、マナーモードの設定ができます。側面には指紋センサーが搭載されています。ロック画面を解除することができます。続いてキーアイコンのご説明をします。戻るキーは一つ前の画面を表示します。ホームキーはホーム画面が表示されます。ロングタッチすると Google アシスタントを起動できます。最近使用したアプリキーは最近使用したアプリを一覧表示します。上にスライドするとアプリを終了できます。画面を右にスライドしてすべてクリアをタップするとすべてのアプリを終了することができます。表示している画面を撮影したい場合は最近使用したアプリキーをタップします。スクリーンショットをタップすると表示されている画面を撮影できます。ディスプレイのサイドをダブルタップするとサイドセンサーを表示することができます。片手操作やマルチウィンドウを表示することができます。マルチウィンドウを表示すると2つのアプリを同時に表示して操作できます。 Xperia 1 Mark 3 SOG03 をぜひお楽しみください。